皆さんどうも、草刈りひでチャンネルです。本日ですね、こちらで草を刈ってみたいと思います。じゃん、三葉金属ヘキサゴンブレードとなります。結構もう鋭利な刃物になってまして、これをチップソンの上にこう乗るような形ですね。でチップソンの上でこう高速で回転すると、これね見てください、なんかもう鋭利な刃が上下についてるんですよ。その上下の刃がくるくると回って、あの絡みついた草であったりツルを除去してくれるというものだそうです。今持ってるんですけど、ものすごい軽いんですよ。おそらくね、これ先端につけてもそこまでなんか負担になるような重さじゃないぐらい軽いので、そういうところもいいですね。あとこちらのブレードなんですけど、これナイロンコードにもつけれるようで、もちろんあのつけれないもの、そういったものもあるらしいんですけど、大抵のものでもこれつけれるそうですので、あのナイロンコードでやってる時もね、結構ガーッと絡みついたりするので、その絡みつきがね、もしこれでねちょっとでも除去できるならね、ちょっと嬉しいと思います。ではこれで早速草を刈ってみたいと思います。まずヘキサゴンブレードを使う前に、一般的なチップソーで草を刈ってみます。今日の場所はね、結構あとヘビーなところなんですよ。もうあの草が結構ごわついてて、秋の草ですからね、あの絡みやすいところなんですけど、そこを刈ってみます。この場所結構密集してまして、いろんな草がで絡みやすいんですよね。いやー、ヘキサゴンブレードつけるとね、どうなるでしょうかね。はい、それでは装着してみました。やってみたいと思います。まだあの少ししか買ってないですけど、もうポテンシャル分かりました。いやこれね、なんて言うんでしょう、アシストもしてくれてますね。あの上のそのヘキサゴンブレードのブレードでなんか切ってくれてる感じもあるので、両方で切ってる感じです。上でもザクザクって切ってる感じで、補助的にですけど、でもこれくらい切っただけ、あの草刈りしただけでも結構もう巻きついてくるんですよ。全然巻きつかないですね、これすごいですね。全く巻きつく様子はないですね。まあ、もうちょっとねやってみないと分かんないところあるんですけど、なんでこれ今まで使わなかったんだろう。特にこういうもう草がなんかゴワゴワしてるところは、これあった方絶対ですね。これすごいです。
はい、それでは買ってみましたけど、いやすっごいいいですね。巻きつかないですね。あれから小1時間ぐらい買ってみたんですけど、全く巻きつかないですね。すごいです。こんなに巻きつかないんだってびっくりしました。で、あと良かったのが巻きつきもなんですけど、アシストしてくれるんですよ。あれ、なんかいつもより切れ味いいなーっていう風に思っちゃいます。それくらいなんか上の多分ブレードで切ってくれてんでしょうね。これはちょっと意外でした。ただですよ、低速モードで刈ると逆にその上のところも刃があるっていうことでちょっと抵抗が生まれるんですよ。そうするとね、なんか低速だとちょっと弱々しく感じてしまうんですよ。中速でやってみたらもう切れるヒューンと、結構中速モードでもここの草って密集してて刈りにくかったんですけど、ヘキサゴンブレードつけるとやっぱり上でも刈ってくれてるので、なんかね結構スムーズに刈れましたね。なんかそういう副産物もあって意外でした。本当にいや、これはねちょっとすごいなっていうふうに思います。ただこれまだ使って1時間ぐらいで、あとね、まあ今日この後経過がちょっとわからないので、長年もし使っている方がいたらコメントをお待ちしてます。なんかね、ヘキサゴンブレードこれ使ってるとこういう症状もあるよとか、そういうのはちょっと補足でコメントにあるとね、見に来てくれた方が、ああそういうのもあるんだっていうのが分かりますので、ぜひコメント使ってる方いたらいただけたらなっていうふうに思います。次はこれを使ってナイロンコード使ってみたいと思います。さあ、それでは低出力の充電式の草刈り機だと、こういうつる草結構いっぱいあるんですよ。ここ結構ねすぐ絡んじゃうんですよ、出力弱いのもあって。なんですけど、こういうところもいけるかちょっとやってみたいと思います。はい、それではやってみました。つる草のところを買ったんですけど、低出力でやっぱり絡みついてくるんですよ、上のところに。で見てるとやっぱりヘキサゴンブレードのそのブレードの鋭いところで切ってるの見ました、ちゃんと。あ、絡まると思ったらピッと切ってくれたんですよね。いや、これね感動です。今までもこの何だろう、草刈り機でああいうつる草行くとものすごい絡むんですよ。すぐ絡まないです。まあでもあんまりつる草ね、これでやるっていうことはないですけど、でもそういう風にちょっと見えましたね、ちゃんと切れるところ切れましたね。あ、いや、よかった。これなんで今まで使わなかったんだろうと思います。しかも安いのにこれ絶対使った方がいいですね。まあ他にもほら、これいろんな商品あるので、使い勝手とか、ヘキサゴンブレードよりもやっぱりこっちの方がいいですよとか、そういうのもあったりすると思うので、ぜひねそういうのありましたら教えてください。なんかこれ必需品ですね、結構。
特に秋なんか、まあ、あと背丈高いところやぶに行く時もこれあるといいですよね。今までものすごい何回も絡んでたのがバカみたいですね。結構多分これ絡みにくいと思います。てか今やってる産業で全然絡まないですからね。普通もう絡んでますからね、何回もこの密集してる草だと。いや良かったです。本当にこの動画を見まして良かったよって方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ちょっとヘキサゴンブレード良かったです本当に。ということで皆さん次の動画で会いましょう。